きなものって変わらないものって変化していくものがあるわけよね。例えば食べ物なんか顕著だと思うんですけど、子供の頃って鍋物嫌いやったのよ。その水炊きとかそのポン酢とかすごい嫌いやったんやけど、大人になったら超好きになるのよね。だから納豆なんか昔嫌いだったから今ものすごい好きやし、だからいろんな遊び、食べ物、遊び、音楽、それから好きな人、だから好きなものっていうのは延々と変わらないものと変わらないものと変わっていくもので、その子供ってそのポン酢嫌いなのよ。まあ全てではない。でその子供ってポン酢が嫌いなの、ポン酢というかね、苦いものが嫌いらしいのね。で苦いものが嫌いになるように子供ってできてるらしくて、でなぜかというと、 なぜ苦いもの嫌いになるかといったら、苦いものっていうのは毒が多い、毒物が多いから、苦いものは子供が食べないようにできてるらしいのね。でそれの免疫とかできてきたら、大人になって苦いものは苦いもの好きやんか、そのゴーヤとかゼンマイとか、なんかそういうなんか苦いものが好きになって、だからそういうのもね、うまくできてるらしくて、だから嫌いなものは避けた方がいいし、好きなものは食べた方がいい。で嫌いな人と会わない方がいいし、好きな人と会った方がいいし、嫌いな仕事はやめといた方がいいし、好きな仕事はどんどんやるっていう話を今日はする予定なんですが、好きなものっていうのは好きだと思い込んでるものかもしれない。だからね、それを分かろうと思ったら、一番簡単な方法が、今好きだと思ってるものを一回やめてみるっていうのがすごい面白いわけよ。で僕の場合もそれとね、もう一個ね、一番顕著なのが、僕ね、食べるのが好き。食べるの好きな人、デブ、はい デブは何かと理由をつけて物を口に入れようとするわけやん。デブのこの巧妙なね、断食行きました、ね、断食行って2キロ落ちました、ね、生活しながら2キロ太っても私大丈夫だもんとか言いな食べるわけ、ね、なぜなら断食に戻るとまた2キロ落ちるって思ってるから、ね、で2キロ下がってで食べました、そしたら4キロ増えました、ね、でもここに戻ればまた2キロ減るって思ってるやんか。減らへんねこれ。断食行けば行くほど太るというね、人もいるんですけど、だからそのまあまあ僕の場合はその断食に行って3泊4日で 3.4 キロ落ちたわけよ。でそっからね、生活全体をこう見直して、結局11キロ落として、で今に至るんです。でその食べるのが好きやと思ってたわけよ。でところがこれも巧妙に自分が自分のことを説得してたわけよ。その食べないとまずい、ね、栄養が足りないとか、疲れたら甘いもん補給せなあかんとか、わけのわからんものことをいっぱい説得して、でまた寝る前になって小腹すくわけ、デブはね。でデブは寝る前に小腹すいてついて、でもね食べながらね、これなら大丈夫とか、そのわけのわからん自分理論でこう食べるわけよ。で結果的に太ってあーって言うね。でその断食行ったら好きなものを断たれるわけ。そしたらね、それでそこから全部見直していったら、食べるのは当然好きだけれども必要以上に食べてたということがよくわかるわけ。だからそうやって好きなもの、あなたが今好きだと思ってるけれども、好きだと思ってて好きだと思ってることをいっぱいやってるけれども、うまくいってない人はそれは好きではない可能性があると思ってみるとすごく面白い。だから本当にその判断基準というのは分からないから、だからその判断基準は最終的には今自分の身の回りっていうか、自分を含め自分の身の回りがもしうまくいってるとしたら、うまくいってて満たされててすごく平和な静かなその幸せを感じてるとしたら、好きなことをやってるんだというふうにその周りで判断するしかないのよね。
だから仕事が好きだと思って仕事バリ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 やってるのに、なぜかこう心の中がヘチマのようにスカスカになってて、そのスカスカを埋めるためにさらに仕事をして、でその仕事をしてもまだ埋まらないからさらに仕事をしてって、こうずっとやってて、こんでここまでぐーっとやってきて、こんなにやってるのにうまくいかない、おかしいやんね。この時点でうまくいかないと思ったから、もっとやったらうまくいく、もっとやったらうまくいく、もっとやったらうまくいくと思う、ずーっと結構来たよ私みたいな結構来たのにゴールがどん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 遠のいていくわけよ。おかしいなと思ってね。だからそうか、こんなにやってダメなんか、この辺に減らしたらどうか、これはどうか、これはどうかな、ここ戻ってくるわけで、ここへ戻ってきて何をするか、さらに下がるわけ。え、これはまずいでしょと。え、これはないでしょと。いや、それはあかんやろというところまで下がったときに、あのゴールがここにあったということを気づくわけよ。あ、ここでしたか、すいません、はじめまして、どうもみたいな、じゃあちょっと遠慮なく入らせてみたいな。つまり自分があっちへ行けば行くほど、あそこにガンダーラがガンダーラちゃんは何やった、うん、まあまあその天竺があると思って行ってたんやけど、お釈迦さんはそこで笑ってたわけよ、ね、お前どこ行ってんねんと、いやちょっと一周してきました世界みたいな。だからこの今まで小さな頃から足し算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 してきて、そして足し算の最中は好きなものも嫌なことも我慢して頑張って我慢して頑張って、うわーっとつけてきた、この身の回りにつけてきた装飾品武器、これをチャリンチャラン、ガシャン、ドサバサバサ、これこっからもうむきみやで、あやばいやろっていうところまで戻った時に、キラキラキラっとこう輝くわけ。そしたらね、自分の中では、え、なんで自分こんな下がってんの、なんでうまくいくんですか。これはもうまさに気球と一緒で、今まで良かれと思って、ね、良かれと思って一生懸命重り積んで、武器積んで武器積んで、気球が重くなって、この気球を飛ばすためにはでっかいエンジン積まなあかんで、でこうブワー引いたいて、上燃えそうになるながら、やばい言いながらやってきたけれども、そうか、こんな小さな炎でも、このつけてきたやつを捨てれば、ここへ来ればふっと浮くんだ、これに気がつくっていうことですよね。100点の歌、本当の私はぜいぜい15点。100点の歌、私が私に認めて欲しかった。魅力ないんです、本当は人気ないんです、本当は嫌われてるんです、本当はできないやつです、言いたくなかった、バレたくなかった、いつでも隠れて努力していた、認めたくなかった、負けたくなかった、強がっていつでも冷や汗かいてた、あなたがくれたこと、心配と言う名の愛、あなたがくれたこと、自分を犠牲にしてまで誰かに尽くして、不器用だった下手くそな愛情ばかり、苦手なこと避けてきたこと、飛び込んでみよう
そこに答えがあるから、直感の声を、心の声を、損か得かで変えないで。はい、次私、はい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 、次私、はい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 、次私、はい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 、次私、認められるためじゃなく、自分が笑えばそれでいい、誰かに罰をつけられたけど、自分の価値は変わらない。独身だけど OK、バツイチだけど OK、 子供できなくて OK、 いつも病気でも OK、 いじめられても OK、 浮気されても OK、 本当？離婚の危機でも OK、 冷たくされてもギリ OK、そんな自分に OK、 最低の自分に OK、 許せなくても OK、 逆ギレしても OK、 ダメ出しされても OK、 お人よしでも OK、 夢がなくても OK、 下水やつでも OK さや。負けないようにと頑張って、損をしないようにと頑張って、だけどいつも結果が出るわけじゃない、むしろ楽しさを見失った。嫌われても大丈夫さ、うまくいかなくても大丈夫さ、君が君の味方でいればいい、心配してもしなくても大丈夫。